皆さんこんにちは。甲子園総合会計事務所代表下井真です。本日は事業再構築補助金の概要というのが、これなんですけれども、2月15日に発表されました。この概要に、発表されたことに基づいてお伝えしようと思います。まずは自己紹介なんですけれども、会計事務所の代表をしています。もともとは創業融資をやっていたんですけれども、こういうご時世の中、コロナの関連の給付金だったりとか融資のサポートなんかもさせていただいています。でここに認定支援機関というふうにあるんですけれども、この事業再構築補助金の枠組みの中で認定支援機関というのがところどころに出てきます。すごい重要な役割を果たします。なので、僕もこれ今まで認定支援機関として何かしたことはあまりないんですけれども、やっとこう行かせる場所が来たなっていうふうに感じています。でまずこんな人が対象になります。新規事業展開をしたりだとか、あるいは業態転換を図る、そういうのが、対象になります。でそれについてはこの事例っていうのがありますが、この事例を全部言うとちょっと時間がかかるので、別の動画にこの事例に関する概要や、どういう事例が該当するのかという説明を入れております。なので事例が気になる方はそちらをご参照ください。今回の動画は制度に関する理解あるいは概要をメインにしております。でまずそのポストコロナとウィズコロナを対応するために、例えば新規事業展開をしたりだとか、思い切った事業転換をしたい、これをすることは決めているんだけれども、それに加えて要件が3つあります。で、かいつまんでいくと、売上の減少っていう要件と、事業再構築指針、事業再構築の計画を立てるっていう話と、あと付加価値の増加っていうふうになるんですが、事業を行った後に、利益が増えますよとか、リターンが増えますよっていう、そういう計画じゃないとダメっていうことになります。で売上減少のキーワードとしては、申請前6ヶ月間の任意の3ヶ月、その合計した金額が前年比 10% 減少していることになります。だから例えば3月に申請したいなと思っても、申請期間の前の6ヶ月が結構売り上げが良かったりなんかすると、申請できないことになります。なので申請早い方がいいんですけれども、全員が全員こう最速でできるわけじゃないっていうことだけは覚えておいてください。で、事業再構築指針については認定支援機関の関与、これ出てきた、先ほど言ったことが出てきたんですけれども、認定支援機関の関与が必要になります。あと、付加価値の増加は3年から5年で 3% 増加する見込みです。なので、計画の中にこの付加価値の増加を織り込む必要がありますので、付加価値って言ってるんですけれども、簡単に言うと営業利益に減価償却費を足したもので、どんだけ現金が余ってるかっていうような感じに近いのかなというふうに思います、細かい意味は経済学的な会計学的な意味はあるんですけれども、あまり皆さんが気にすることはないだろうと思います。そのこの営業利益に減価償却を足したものっていう、それだけで結構です。で今回の予算は1兆円以上ついています。なので、ビッグプロジェクトになります。でこの、予算1兆円以上ついてて、補助金をもらいたいなっていうふうに思っている方は、たくさんいると思うんですけれども、補助金のタイプ実は4つ設定されています。まず中小企業か中堅企業か、ちょっと分かりにくいんですが、中小企業か中堅企業かに分かれます。でその中でも通常枠と卒業枠で、中堅企業の通常枠とグローバル V 字回復枠っていうふうになりますが、ほとんどの人はこの中小企業の通常枠に当てはまると思います。でこの通常企業、中小企業の通常枠に当てはまると、
補助金額がどうなるかというと、まあ、100万円から6000万円になります。だからでここでまあポイントになるのが、まあ、申請して、まあ、採択されましたとしたら、こう6000万円の事業をしたら丸々戻ってくるわけではなくて、補助率は3分の2になります。だから3分の2補助してもらえることになります。だからまあ6000万円もらいたいなっていうふうに思えば、9000万円の事業をしないといけないということになります。で9000万円の事業を申請したとしても、例えば売上が500万円あったところが、そんなにいきなりこう勝負かけるっていうことになる、なりますし、やっぱ金額が大きければ審査も厳しくなるっていうのはあるのかなというふうに思います。で公募は複数回実施されます。先ほど言ったように売上の要件とかにすぐに当てはまらない人もいるので、複数回実施されますし、1回ダメでももう1回チャレンジすることもできます。でここまで中小企業中小企業っていうふうにある種当然のように言っていますが、中小企業にも要件があります。で中小企業は資本金か従業員数か、まあ、どちらかの要件を満たせばいいんですけど、基本的にはこの矢印の下なんで以下です。以下で一番低いラインがこの50人です。だから個人事業主でも法人でもどっちでもいいんですけれども、働いてる人が50人以下だったら基本的には全ての事業主が該当することになります。一応その製造業だったら、資本金が3億円以下か300人以下なんですけれども、そもそも従業員が50人以下だったらあんまそんなこと気にすることなく中小企業ですし、まあ、僕の感覚で言うと50人以上の企業ってそこまで多くないので、まあ、世の中にはほとんどの企業が、まあ、該当するのかなと思います。で、補助対象経費っていうのがこの概要の6ページに書いてあります。でこれ動画画面ではちょっと小さくなってしまうんですけれども、特定の事業が補助してほしい事業があります。でそこにかかるお金に関して補助対象か補助対象外なのかっていうのに分かれてしまいます。だから一番大枠の理解としては、今回補助してほしいなっていう事業があります。例えば、飲食業でデリバリーするような仕組みを構築しましたとします。でそれに対する経費がいくらかかかるんですけれども、その、業態を変更したことに関する直接的なコスト、まあ、その事業をしなかったら絶対にかかんなかっただろうっていうコストについては対象になるっていうのが一番簡単な理解です。で、まあ補助経費、補助対象外の経費は、他の仕組みでも、例えば小規模事業を持続か補助金とかでも同じような仕組みを取ってるんですけれども、まあ、それとあまり変わりません。例えば人件費とかは全部対象外だし、あと汎用的なものも対象外になります。車だとかパソコンとかスマホとかそういうのも対象外、タブレットとかも対象外です。でこの汎用品について逆に対象になり得るっていうのは専門的なものです。だからまあ普通の乗用車じゃなくて、まあ、専門的な車とかは補助経費になる可能性もあるし、パソコンとかだったらこう複雑なソフトを使えるようなパソコン、まあ、CAD とか 3D CAD を使うようなパソコンとかだったらひょっとしたら対象になる可能性はあります。要は他に転用できるかどうかっていうのがポイントになります。で今のところ、まあ、申請が3月にできるっていうふうに書いてあるんですけれども、まあ、その前段階で
準備可能な事項っていうのがこの概要の10ページに書かれてあって、まあ、資料の中ではこの3つが挙げられています。で、電子申請の準備っていうふうになってるんですが、まあ、この GBIZ っていうやつなんですけれども、こういうもんこの電子申請で全部しないといけません。今回は紙による申請とかはありません。で、この GBIZ について、申請してからこう利用可能になるまで 2,3 週間かかるっていう言っています。で、僕も実際やってみたんですけれども、やっぱり 2,3 週間かかりました。なので、すぐに動きたいってなった時に、このGBIZ のアカウントが取れてなかったら動けないっていうことになるので、まずはこの GBIZ のアカウントから取りましょう。で、それに加えて、まあ、事業計画の準備、まあ、何したいかっていう話と、まあ、それをするために何が必要かっていう話をこう考えておく。あと、まあ、認定支援機関との相談ですよね。やっぱりその認定支援機関は絶対関与することになるので、ここと、まあ、関与してもらうっていうのはもう誰、まあ、捕まえとくっていうのがまあ重要になります。で、今回のこの、概要資料には、まあ、こう直接的には書かれていませんが、まあ、個人的にちょっと重要かなって思うのを2点挙げるとするならば、これも実務的っていうのはまあ僕のちょっと感想的なものもありますが、この2つ重要です。業者との連携がまず重要になります。機械とかを買うとかだったら、ある程度定価があるので、そこまでかなというふうに思いますが、例えばホームページを作成するだとか、オンラインの機能をまあ実装する、まあ、その誰かに手伝ってもらうっていう時に、自分でこのぐらいの金額かなとか、まあ、そういうもので申請してしまって、いざやってみたらすごいお金がかかるっていう可能性もあります。なので、もう取引補助金が出たらやりますよ、その前提でこのぐらいでどうですかとかっていうのは、ある程度最初に決めとかないといけません。実際問題としては、申請するときに、今回申請する事業っていうのはこれだけお金かかりますっていうふうに思います。で、それを実績を報告します。で、その実績と予定が金額の差があるのっていうのは、そこまで重視されませんが、その差が著しくなると、また手続きが必要になります。で、オーバーしすぎると、やっぱりその申請金額以上になっちゃうんで、申請金額までで、それ以上はもう自己負担ですよっていうふうになりかねません。なので、もうやるっていう前提で金額をある程度決めておくっていうのも必要になります。あと、まあ、金額が大きなものについては、金融機関との折衝なんかも必要になってきます。例えば、まあ、1500万円の事業を行いたいですと。で、もし申請が通ったら、まあ、1000万円返ってくるんですけれども、とりあえず持ち出しで1500万必要やっていう時に、お金なかったらどうしようもないんで、まあ、とりあえず金融機関で返ってくる。で、実際問題としては、その申請が通った後、融資を申し込んで OK ってなるパターンになるんですけれども、急に言われてもっていうふうになると思うんで、まあ、こういうのやりたいんですよねとかっていうのを担当者がいれば声かけとくっていうのも一つの手かもしれない。で、次にお伝えしたいのは、補助金支払いまでのプロセスです。で、補助金支払いまでのプロセスっていうのは、本当に一般的な話とほとんど変わりません。で、これはその8ページの図をそのままこう切り取ってきたわけなんですけれども、で、このポイントになるのは、まあ、何度も言ってるように原則後払いやっていうところです。で、実績報告、ここ実績報告のポイントなんですけれども、まあ、実績報告をする段階で全部お金を支払っておくと。で、その後、清算になります。で、ここまでの期間には、その、実績を報告してから、お金をもらえるまでの期間、もっと言うと、支払いとかって、もっともっと前になる可能性もあるんで、そこまでお金を確保しておかなあかんっていうところで、ひょっとして辛くなるから、まあ、
金融機関に相談入れとかなあかんなっていうふうになります。あともう一個は事後的な話になりますが、まあ、5年間年次報告が必要になります。まあ、何を防いでいれば、ちょっと不正を防止しています。補助事業で買ったものを、まあ、売ってたりなんかするとそれダメですよねという形になります。そういう形で年次報告が必要になります。あと、まあ、不正を防ぐだけじゃなくて、最初の方に出てきた要件の中で、まあ、要は付加価値が、まあ、増加していることっていうのも報告しないといけないようになっています。で、注意事項が挙げられています。この5点挙げられています。で、一つは、まあ、事業者自身で申請が必要になります。だから、税理士さんとかの、先ほどの電子申請の画面を使って申請したりとかはできます。人の申請画面を使って申請することができない。あと、事業計画は審査があって、まあ、誰でも彼でも OK っていうわけじゃありませんよと。あと、悪質な業者にも注意してくださいよと。不必要な額を申請して、例えばこう売ってしまいましょうみたいなことを言ってくるような人はやめておきましょう。で、なんでかというと、不正行為は返金とか罰則とかがあるからです。で、まあ、4番は複数回ダメっていうのは、要はその同じ事業をやりました、で、何度も補助金をもらうのはできないっていうふうに言っています。なんか違う事業、同一事業で1回ダメだって再チャレンジするっていうことは別にダメというふうには書いています。で、加点措置と緊急事態宣言特別枠なんですけれども、まあ、そういうのはありますと言った程度で結構かなと思います。で、これが対象になるのは基本的には飲食業とかです。だから飲食業の人はちょっと考えてもいいのかなと思います。で、それ以外の事業の人はそこまで気にする必要はありません。で、ここがポイントっていう形で、僕がそのこの、補助金の概要あるいはそれまでのことを加えて、まあ、一般的な話も考えた上でこういうものがポイントになるのかなっていうふうなことです。で、一つ目は、まあ、全く新しい制度になります。だから、まあ、他の補助金の実績アピールされてもなっていうふうには思っておいてください。で、補助金の中で、まあ、ものづくり補助金だけは、まあ、実績として考えてもいいかもしれません。似たような仕組みを取っているので、物補助をやってる人は、まあ、通ってもいいのかなっていうふうに思います。あと、認定支援機関を押さえておいてください。で、これは特にその個人事業主の方です。法人の人は、まあ、税理士はついてると思うんで、その税理士大体認定支援機関を取ってるから、まあ、その人にお願いしてダメやったらその税理士の人に紹介してもらえばいいしっていう形になるんですが、その個人で自分で確定申告してるような人についてはやっぱりその税理士の関与ができないってなったら、やっぱり認定支援機関を押さえとかないといけます。もちろん金融機関とか商工会議所とかでもいいんですけど、こうずっとついて回って何かしてくれる人たちじゃないので、やっぱりその個人、その専門家的な人が、お金を払ってでも専門家的な人に頼むのがいいのかなというふうに思います。あと、3番は書類、ただただ書類を書くため、ただただ書類を書くだけの人もダメですと僕は言っています。これ全体の事業全体の工程の管理なんかもしないといけない可能性があります。私は書面だけ作るんでっていうような人は、まあ、避けといた方がいいのかなっていうふうに思います。で、今回補助金の概要っていうのが2月15日に発表されました。で、この事業再構築補助金自体は2020年、去年の年末ぐらいにもやりますよっていうのが発表されて、そこから2ヶ月経って概要が出てきます。で、今後の話ですが、申請できるのが3月って書いてあるので、そのあたりで
こう募集要項みたいなのが出ます。やっぱりその情報整理になるんで、最新情報が出たら、まあ、すぐ動画を作成したいと思いますし、もしこの事業を申し込みたいっていうのであれば、こうアンテナを張ってもらいたいなというふうに思います。で、まあ、いろんな人からいろんなこと聞かれるんで、一応その個別面談とかを設定しています。 YouTube にリンクが貼ってあるんで、気になる方は使ってみてください。まあ、それに限らず、まあ、コメントなどがあれば概要欄に書いていただければ対応したいなというふうに思います。あとチャンネル登録、高評価などがあればとても嬉しいです。今回は概要版になります。でも、こういう活動が対象ですよみたいな事例に関する説明も他の動画で取り扱っていますので、そちらの動画も参照してください。またお会いできる日を楽しみにしています。それでは。